オナー初の縦折りスマートフォン、マジック V フリップを触っています。皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家山根康弘です。オナーマジック V フリップ、4インチの大型外画面でウィジェットも楽々に見れますよね。アプリケーションも動くんですけど、アプリケーションはこのように縦のサブ画面的な表示になるんですね。この UI はよくできていて、動画とか見るときも楽しいですよね。まあ、これはこの後出てきた Xiaomi の Mix Flip もね、同じような UI になっています。まあ、大型のね、外画面持った縦折りスマートフォン、この UI がね、これから標準になるのかもしれませんね。こちら標準モデルですけど、美しい仕上げ、ヒンジの部分はね、特に何の表示もありませんでした。開くと 6.8 インチの大画面が現れます。折り目はね、まあ、最近の縦折りスマートフォンそれほど目立ちません。カメラの方は5000万画素がメインですね。そして折り曲げればこのようにフレックスモードにもなりますよね。まあ、これも縦折りスマートフォンの一般的な UI、 そして外側と内側両方でね、画面を表示して写真撮れるというのもね、これも最近は各メーカーの製品が搭載しています。チップセットはスナップドラゴンの 8+Gen1 ということで、まあ十分高性能ですよね。まあ、持った感じは非常にコンパクト、まあ全体的にね、色合いも含めて女性向けという印象があります。その印象をさらに強くするのがこちらの美しいモデル、ジミーチュートのコラボ製品です。いや美しい。こちらヒンジにね、さすがにジミーチュートの名前も入っていますが、まあ、こうなるともうファッションアイテムといったところではないでしょうかね。壁紙の方も外も中もこの 3D のダイヤモンドっていうんですかね、美しいですよね。まあ、オーナーはこの辺りはもう完全にターゲットを絞った製品出してるっていった感じではないでしょうかね。まあ、これでね、差別化を図ってるわけですよ。最後にケースもお見せしますが、やっぱりね、女性ターゲットですよね。これはマジックビーフリップ、中国で売れまくりそうです。